どうもお疲れ様です。今回は速稼塾の暗号通貨ニュースで、ここまでの暗号通貨の流れとね、今後についてあんまり明るくないお話をしようかと思いますね。まあ暗号通貨といえばやっぱりその大御所はビットコインだと思います。まあ私は常々ですね、ビットコインは100万円を超えるともう手がつけられなくなると、いわゆる私たちでは買えなくなるんで、100万円を超えるまでがまあ勝負かなと思ってね、ずっと呼びかけていたんですけども、やっぱね、一時期700万を超えたビットコインも現在ね、一時期安定してきた500万円ラインとか300万円ラインを維持できなくって、今220万とか230万になるかならないかっていうところにいますよね。ただ200万円はなんとか割らずにいるのかなと思います。そういう意味で言うと、100万円以下で買えた人っていうのは今でも大きな含み益を抱えてるんじゃないかなと思いますね。その代わり先行者利益という言葉がありますけども、100万円を超えたあたりとか200万円を超えたあたりで、なんだかビットコインが儲かるらしいぞっていうふうに、これ買っちゃった人っていうのはかなり痛い思いしてるんじゃないかなと思います。思えば2018年だったですかね、2017年だったか、出川哲朗さんがテレビ CM で、コインチェックなんてことを言ってましたけどね、あの時あの12月を最後に250、60万だったと思いますけども、そこからね、急激な暴落が始まって、まあとんでもないとこまで行っちゃったかなっていうところでね、一回暗号通貨ブームは終わったんではないかなと言われましたけども、その後に、ビットコインがね、買い増されて、それにつられるように暗号通貨全般的に草コインに至るまで上昇基調を続けてきたんですけども、そうですね、かつてイーロン・マスクさんがビットコイン500万円台で買ったあたりですか、あそこで一気に勢いがついて700万、その他の通貨もぐんぐん伸びていって、そして、各国でね、感染症騒動にまつわる財政出動があって、その余剰資金が暗号通貨にも流れていったっていう流れがあったんじゃないかなと思います。ただまあ今は昔ですよ。2021年の夏をピークにそんな時代も過ぎ去って、どんどんと暗号通貨は決済されていって値段を下げていきました。で結局ですね、今どうなってるかというと、まあ注目のイーロン・マスクさん、実はねこの1年で半年かな、24兆円の個人資産を失ってるらしいんですよ。もう桁外れですよね。ギネスブックにも載ったらしいですよ。あの孫正義さんが個人での損失額がナンバーワンだった、1500億ドルぐらいを失ったというふうなことだったと記憶してるんですけども、それを大きく超えること、24兆円を失ったと。すごいですね。その24兆円どっから来たんでしょうかと。でこれはね、分散してどっかに行ったっていうのか、それとも消えたんでしょうね、きっとね。この含み益が一気にぶっ飛んでしまったってことなんでしょう。ということなんでね、ビットコインに関しましてはもうね、500万円を回復するのにかなりの時間を要するんじゃないかなと思います。まあ本当にね、世界中のインフレがずっと続いて、その資金がビットコインにも流れればまた300万円回復ってのもあると思いますけども、ちょっと当面は暗号通貨まで余剰資金が回らないんじゃないかなと思いますよね。いや、それにしても恐ろしい世界ですよ。暗号通貨っていうのはね、世界の通貨を世界基軸通貨として集約して一本のビットコインならビットコインに集まるのかと思いきや、やっぱり各国の抵抗にあって現在のような形になってます。イーサリアムもね、結局20万円を超えるとなかなか購入が難しいかなっていうところがあったんですけども、現在ね、20万円にならないような、ちょっとはそっちじゃならないような金額になっちゃいました。ただ唯一の希望として見えるのはリップルかなと。リップルってのは訴訟が明けたら少しはね、価格回復するような、そんな気もするんですよ。ただこれには2つの仮説が実現しなければなりません。リップルが勝訴するってことと、あとね、リップルが勝訴したからって言って値段が上がるかどうかっていうところですね。これは何の保証もありませんから。ですんで余剰資金のある方はね、今回リップルに大きなきっかけが訪れるんで、まあ売るか買うかで勝負してはいいんではないかろうかと思います。私の方は買いで勝負しようと思っておりますけどね。はい、ということで暗号通貨はまだまだ全然恐ろしい世界ですんで、くれぐれも投資初心者の方、余剰資金のない方、余剰資金というのは10秒後になくなっても全く困らないお金のことです。あんまり持ってないと思いますけどね、そこまでの金額はね。暗号通貨の世界、これからも時に見て時に離れて観察していこうと思います。それではお疲れ様です。